したいと思います。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちのために私の罪の身代わりとなって十字架にかかり三日目に終えた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。おはようございます。昨日ですね、ヨーロッパチームが帰ってまいりました。先週イスラエルから帰ってきたわけなんですが、そのままイスラエルから日本に戻らないでヨーロッパに行ったチームがありまして、そのチームが昨日帰ってまいりましたけれども、今回このヨーロッパチームはブログを見られた方は知ってらっしゃると思いますが、非常にたくさんの祝福と新しい関わりが開かれたんですね。まず最初にプラハに行かれたんですね。でプラハで、サリー宣教師、サリーって孫使いじゃなくてですね若い人にわからないかもしれませんが、サリーさんっていうのは、ニックネームですね。クリスチャンネームというよりも、ニックネームって感じですかね。で、とても、明るい、宣教師派だったんですけど、ちょっと一度、いろんな誤解があって、一旦辞められたんですけれども、今回、7年ぶりに再び立ってですね、本当に神様の道まで、再び立って、今回プラハで安守を受けて、正式に宣教師となりました。そして、その後ですね、ご主人のマレックさんや、娘さんのノエルちゃんたちも一緒になって、日本から、イスラエルから行った7人のメンバーと10人で、ポーランドの方に移動しまして、ワルシャワで集会をしたんですが、100人以上集まったということでしたね。で、その後クラクフというところに行ったんです。そこでも100人以上集まったんですね。で、ヨーロッパで100人以上集まるっていうのはやっぱり東欧ですから、すごいことだと思います。カトリックのね、強い国ですけれども、プロテスタントの集会で100人以上集まるというのは、すごいことだと思います。そしてですね、そこから今度は、ECI のブルッセル、ベルギーのブルッセルのところだったんですけど、空港でですね、実はサリーさんが、プラハでその暗視を受けるとき、集会を受ける前にですね、集会をするので、いろんな教会に行って、チラシを作って、いろんな教会に行って、今度こういうことをするのって言って紹介をして、チラシを置かせてもらってたんですね。そしたら、その、置いていた他の他の教会にですね、そこに来た、その、ロシア系メシアニック獣、ロシア系ユダヤ人の方がその教会に来て、そのチラシを見てですね、どういうわけか、サリーさんにメールを送ってきて連絡を取ってきたんですね。ちょうどヨーロッパチームが、その時にその、ブルッセル行く時の時、空港でですね、サリーさんがパソコンを開いたらちょうどメールが入っていて、で、なんでこれはと思ったら、実は、ロシア系ユダヤ人からのメールだったんですね。それでやり取りをしまして、ロシア系ユダヤ人の関わりがまた開いたんですね。また開いたっていうのは先週来た方はお話ししましたけどね。実は庄司がクリスチャンセンターという私たちの教会の核の使命、そして最終的な、宣教の目標というのはユダヤ人伝道、イスラエル宣教なんです。それも当初から言われていたんですね。そして、特にロシア系ユダヤ人との関わりを大きく開く。そこにポイントがあるってことを、もう20年以上前、30年近く前かな、もうずっと語られてたんですね。ずーっと開かなかったんです。何にも来らなかったんですが、エルサレムの平和を祈る集会を10月7日にしたときに、あなた方は信仰の足を踏み出したので、これからイスラエルの働きが進むって言われて、今回のイスラエルチームが出る前に、ロシア系ユダヤ人の関わりが大きく進むって言われたら、本当に今回先週話しましたように、イスラエルで、ロシア系ユダヤ人の係と関係を開いて、奉仕もしたんですね。そしたらそれだけじゃなくて、今度はヨーロッパに行ったらですね、安守を受けて復活したばかりのサリーさんを通してですね、ヨーロッパでロシア系ユダヤ人の関わりが開かれちゃったんですね。そして、イスラエルで開いたのとはまた別に、宣教のルートが出られたんですね。すごいなと思うのはね、神様の時とか神の言葉っていうのは、ある時までは何にも起こらないんですが、一旦神の時が来て始まると、もうこれでもか、これでもかっていう感じでどんどん来るわけですよね。だからイスラエルで、奉仕をして、今度12月に福岡があって、それはするかどうかまだわかりませんが、来年の4月にあって、そしてそれとはまた別にロシア系ユダヤ人の会が開かれたので、その関係でもまた道が開かれてきてるってことですね。だから死の時が来ると、神の言葉というのは、一気にこう開かれてくるんだなってことを思うんですね。だから皆さんね、祈ってることがあったり約束されたことがあるのに何にも起こらないと思って忍耐してる方いらっしゃると思いますけれども、どうぞ忍耐を完全に働かせてください。時が来ましたら一気に進んでいきますのでね、それをね期待してほしいというふうに思います。それとですね、最後に ECI の集会の中で他にもいろいろ開いたと思うんですが、まだ行ってない国で北欧のスウェーデン、それからヨーロッパトルコのすぐそばにありますブルガリア、
それガーナの隣じゃなかったと思うんですけど、アフリカの東部、ね、その国が具体的に書かれました、ね。他にもいくつか関わりができたと思うんですけど、その3つに関してはもう選挙が開かれたわけですね。だから今年のうちに行くでしょうね。今年はその今年度のうちにね。だからまたいろんな国が開かれてきています。で、いろんなことが起こっておりますのでね、主に期待したいというふうに思います。それで、今日の御言葉の方に入っていきたいと思うんですけども、もう一度読みしますね。長崎教会に与えられた今年度の御言葉ですけど、愛を追い求めなさい。また、御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさいと書いてあるんですね。で、これは大きく分けたら二つ。細かくすると三つに分かれます。ね、大きく分ければ、愛を追い求めなさいと、また、御霊の賜物、特に予言することってことは一つですけども、細かく分けると、愛と、御霊の賜物と予言ってことになりますね。で、この三つのことが書いてあるんですね。で、実はですね、この愛を追い求めなさいっていうのは何かというと、これは、御霊の実の、賜物に対して御霊の実の代表なんですね。御霊の実って何だと思う人いるかもしれませんが、コリントの次にですね、第二コリントがあって、その次にガラテア書というのがあります。ちょっと、ね、お勉強しましょうね。ガラテア書の中に、ガラテア書の6章と、6章の前、6章を開くといいんですね。6章の手前の5章の最後、5章の22節、ガラテア書の5章の22節、長崎教会は5月22日に始まった。関係ないですけど、5章の22節、私と同じ第3波の人は371ページ、お読みしますよ。しかし、御霊の実は、愛、すごく大きいね。通訳の声が。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、理性ですと。7つ書いてありますね。この7つが御霊の実。御霊を通して与えられる実。御霊って聖霊のことです。イエス様を死んだ時与えられる聖霊を通して与えられる実ですね。で、実っていうのはね、すぐにつかないんです。実っていうのは時間をかけてついてくるものなんですね、これはね。主に従う中でついてくる。御霊に満たされて主に従っていくのがついてくるんです。その御霊の実。その代表で愛が書いてあるんですね。愛を追い求めなさいってね。で、御霊の実なんですね、これはね。で、じゃあ御霊の実の愛ってどんな愛かというと、愛って聞くと私たちはですね、日本人が考えられるの、一番大きな愛は、ギリシャ語には4つ愛があるんですけど、その中の、まあ、エロスの愛を考えやすいと思います。で、エロスの愛っていうのは、まあ、男女間の愛とか、あるいは自己愛のことを言うんですね。で、ギリシャ語では4つあってですね、1つは、ストルゲーっていうんですね。これは家族の愛です。あとは、フィリアね。私の好きなフィリアの愛。これは隣人愛とか、友愛ですね。で、実はここで言ってる愛はそれではなくて、13章に書かれてる愛なんです。その一つ前の13章。ね、第一コリントの13章に書かれてる。で、それは言うまでもなく神様の愛、アガペーなんですね。ちょっと見ますよ、13章ね。どんな愛かってことね。一節から言いますね。たとえ、私が人の威厳や、見つかりの威厳で話しても、これは卵の全威厳っていうのは、愛がないならやかましい奴隷はうるさいシンバルと同じですと。ね、威厳には二つあるのに、人の威厳と見つかりの威厳。だから、祝福がありますように。言ってらっしゃい。ね、人の威厳や見つかりの威厳って書いてありますけれども、天使の威厳とか、ね、人の威厳があるわけですね。で、その威厳で話したとしても、愛がなかったら、やかましいだらうるさいシンバルと同じですよって。愛がなかったら意味がないってことですね。で、次です。また、たとえ私が予言の賜物を持っていて、またあらゆる危機とあらゆる知識についていて、山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもないって書いてあるんですね。で、また、たとえ私が持っているものを全部私たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立たない。どんなにたくさん捧げ物をして、殉教しても愛がなかったら役に立たないって書いてあるんですね。ただ、この愛はですね、神様の愛、アガペの愛なんです。で、これを見て多くの人がね、だからね、愛がないと意味がないんだ。その通りですよ。だから愛が、しかもこの一番最後には愛が一番大事だって書いてあるので、だから愛が大事だから愛があればいいんだと。愛があれば別に威厳はなくていい、予言もなくていい。いや、愛があったらね、もう一番で、かえって威厳や予言があったらね、おかしいことになるから愛だけあればいいんだっていう人がいるんです。聖書はそんなことは書いてないんです。愛がなかったら威厳があっても予言があっても、完全な信仰があっても、役に立ちませんよって言ってるだけで、逆に言えば、この愛が土台にあるなら、威厳で祈ることは、威厳で話すことは、霊的内側を強めるし、愛があるなら予言の賜物があることによって、たくさんの神の祝福を受けれるし、
完全な信仰は神の力と奇跡を解き放つんですね。だから愛が土台になるなら、この威厳も賜物も予言の賜物も信仰も、それから捧げ物も殉教することも素晴らしい神の祝福になるんですね。これもね、だからよくね、読み込みすぎることがあるんです。愛がなかったら確かに意味はないけど、愛があるなら逆にそれは素晴らしい祝福なんですね。ね、それを覚えてください。で、その愛って具体的には何かというと、4節、愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。礼儀に反することをせず自分の利益を求めず、怒らず人の下悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決してあることがありません。予言の賜物は廃れます。威厳ならばやります。知識ならば廃れます。ね。キリストは再臨したときに、これは終わります。でも愛は永遠に続くんですね。ただ、キリストの再臨までは、予言も、それから知識も、賜物も、威厳も続くわけですね。で、ここでね、この、ここで書いてある愛っていうのは、寛容、親切、妬まず、自慢せず、高慢にならず、礼儀に反せず、自分の利益を求める、怒らず人の下を困らず、不正を喜ばずに真理を喜ぶ。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍ぶ。決して耐えないって。こんな愛がどこにあるんでしょう。これはね、神様以外ないんです。で、その愛をここで言ってるんです。その神様の愛を追い求めなさい。じゃあ私たちの中に絞り出したら出てくるかというと、絞り出したら出てくる人手を挙げてください。手を挙げたらみんなで言いましょう、嘘つきってね。ないんです。でも、聖霊様はこの愛に満ちているんです。イエス・キリストもこの愛に満ちているんです。で、私たちイエス様を信じたとき、聖霊様が与えられるので、その聖霊様に満たされて、その聖霊様に従うと、私たちに愛がなくても、この愛が私たちのうちに、流れていくんですね。だから愛を追い求めなさいっていうのは、その聖霊様に満たされて、聖霊様に従っていくときに、この愛が流れていくよってことなんですね。で、神様の愛が流れていくんですね。例えばね、一番最初のフィリピンチーム、何度もお話ししましたけど、私たちはフィリピンに行くとき、その前ですね、今回フィリピンでね、大洪水があって、本当に、心は痛いますけれども、一番最初フィリピンに行く前に予言があって、フィリピンに、使わせた予言があったわけですね。で、それまでフィリピンのことを、よく知らなかったわけですね、秋元牧師も。でも、繰り返し予言があって、そしてフィリピンに行ったわけじゃないですか。ね、神様の言葉があったから私たちは自分たちが何かができるなんて思ってないですよ。行っても何の役にも立たないなと思ったけど、それでも神様は言うからとにかく行こうって言ったわけですよ。だからいつも言うように、その、ね、エレキギターとかアンプとかいろいろ持って行ってね、それが定款を通った時にですね、あ、最低限これで向こうの教会の駅になったってね、喜んだわけです。これ、今嘘みたいけど本当に思ったんですよね。そして向こうに行ったらミラクル&ヒーリングクルセードが帰ってあったからね、何度も話しましたけど、ね、みんなびっくりしてですね、謝ろうって、そんなことはできませんってことを言ったんですね。ところが、神様がやれって言うから踏み出したら、力のなかった私を通してたくさん奇跡が起こったわけですね。そして招いてくれた牧師はカスティア牧師なんですけど、カスティア牧師はですね、それを最後の仕事にして牧師を辞めようと思ってたんです。いろんなことがあって、教会戦いがあって当時。で、最後の花道にしようと思ったんです。そしたら、日本人が行って、そこで、私、力のない私たちが行って、神が働いて、たくさん奇跡と癒しが起こったんですね。その中で彼は、神様が、今も自分を召していて、今も自分を、私、働いてくださるんだってことが分かって、牧師は辞めようと思ったけれども、ね、神様が自分を召していることが分かったから、続けていきたいと思って、最後に言って、今も牧師をやってますよね。それだけじゃなくて、最後の時に大の大人たちがね、みんなダバ、マイラまでは来るけど、ダバオまでは来てくれないって、当時のダバオすごい危険でしたから、ね。来てくれて、よく来てくれた。で、あなた方が来たことで、神の愛が分かったって、こんなに神様いろいろな技をしてくださって、どんなに神様私のことを愛してくれてるか分かったって言って、大の大人たちがみんな泣いたんです。じゃあ私たちに愛があったのかというと、そうじゃないですね。私たちは神様の言葉に従って、言っただけなんですよね。ほいで、自信が全くなかったけど、主が言うからとにかく、祈ってみたら奇跡が起こっちゃったんですね。で、愛を求めなさいという時に、なんか、立派なことをしようと頑張る人はいるんですけど、無駄な抵抗をやめましょう。私たち憎なる罪人はできないのです。神様の言葉に従って、聖霊の導きに従っていく時に、神の愛が流れ出すんですね。
これはすごく大事なことですね。そしてね、次いきますね。そして、その、ね、また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさいと書いてますが、ここで、愛を求めなさいの後に、またって書いてあるでしょ。同じようにってことなんですよ。愛がとっても大事なんだけど、それと同じように、愛を追い求めるのと同じように、御霊の賜物を求めなさい。特に予言することを熱心に求めなさいって書いてある。だから愛を追い求める人は同時に御霊の賜物を求めなさいっていうのが聖書の命令なんですよ。賜物を求めることはすごく大切なんですね。で、賜物って何かというと、これもちょっと勉強しますね。12章、1ページ前をめぐってください。ね。12章の、第1コリントの12章の7節から、ね。お読みします。しかし、皆の益となるために、みんなの益、これは教会ですね。教会の益となるために、おのおのに、一人一人に、御霊の現れが与えられている。賜物が現れてくると。ある人には御霊によって知恵の言葉、これ一つ目。他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉、二つ目。またある人には同じ御霊による信仰、三つ目。ある人には同一の御霊によって癒しの賜物、四つ目。ある人には奇跡を行う力、五つ目。ある人には予言、六つ目。ある人には霊を見分ける力、七つ目。ある人には異言、八個目。ある人には異言を解き明かす力、九つ。この九つの賜物が、しかし、同一の御霊がこれらすべてのことをなすのであって、御心のままに、おのおのにそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。この九つ賜物があって、いろんな人に一つ一つ現れが来ますよって書いてある。でね、実は聖霊に満たされて、聖霊のバプテスマを受けて、聖霊に満たされると、まだバプテスマを受けた人はね、聖霊のバプテスマを受けてください。聖霊に満たされると、どうなるかというと、九つの賜物がすべて現れてくるんです。ただ、ものすごく顕著に、まさに賜物として現れるのは一つ以上。まあ、一つ、二つ、三つですね。全部ってことはないです。でも、九つ全部現れるんですが、ものすごく顕著に現れるのは一つ。特別に一つ、あるいは二つ。まあ、三つぐらいに止めるかな。なんですね。そういうこと言ってるんですね。で、それを追い求めなさいって書いてあるんですね。で、皆さんね、賜物の働きっていうのは、大きいんですね。で、聖霊様に満たされて、賜物が現れてくるってことね。で、賜物がなぜそんなに素晴らしいかというとですね、以前ですね、ずいぶん前、私は石垣島に行ったんですね、沖縄の。石垣島に行ったことある人います？石垣島。沖縄に行ったことのある人。あ、行かれました。あ、結構いますね。沖縄の海は綺麗でしょう。私、長崎来た時、長崎の海はね、すごいなと思ってね、自信持ってたんですけど、沖縄に行って思いました。負けたって。ね、沖縄の海は綺麗ですよね。でもね、石垣島に行くとね、その沖縄の海よりもっと綺麗なんです。あれは本当に感動します。沖縄の石垣島の海はね。で、その石垣島に行った時に、ものすごく覚えてることがあるんですね。ある時、聖火をしたんで、石垣島でね。で、一人の男性がいてね、今そこの牧師になってますが、当時はまだ牧師じゃなかったんですね。で、その方がいて、で、長門牧師も沖縄の責任者が一緒に行って、で、聖火をしたんですね。で、その今牧師になってる方がお友達を連れてきたんです。で、聖火をしたら結構祝福された。聞いておられました。でも終わったらですね、初めて来た人だったんですね。終わったらその連れてきた人がね、せっかく来たから祈ってもらったらって言ったんだけど、その人はね、別にいいとか言ったんですよね。せっかく来たんだから寄ってもらったらとか言って、ね、無理やり連れてきたんですね。それで、まあ、なんか無理やり来たから私も申し訳なくてね、こうなんかちょっと聞き気味だったんですね。で、椅子に座ってね、ちょっとこう、そういう人って大体しっかり座らないでしょ。じゃあお尻をちょっとこう控えめに座ってね。で、何か祈ることありますかって言うと、大体そういう人が言うのはね、家族のみんなの平和のようにとかね、あるいは体が健康のようにって言うんですよ、大体そういう時は。ね、そういうこと言われたんですね、ありきたりのないことを。じゃあ、お祈りしていいですか？手を置いていいですか？って、はい、とは言うからね。まあ、手を置いて私もちょっと引き気味に祈り始めた。そしたらね、あれは予言じゃなくて知恵識の言葉です。はっきり来るんですよね、知恵識の言葉が。で、ちょっとプライベートだから内容は言いませんけど、こう来るんですね。こういうことは言っていいのかなと思ったんですよね。で、でもね、ちょっと迷ったんですけれども、はっきり来るのと、まあ、ね、その人が連れてきてるから、その後この人がケアして、フォローしてくれるだろうし、長門牧師もいらっしゃるから、まあ、もし間違っていてもフォローしてくださるなと思ったから、まあ、信仰を持ってね、こう祈りながら言ったんですね、その、そしてそれに従って祈ったんですよ。2、3分かな。そんな長々じゃありません。知識の言葉を語って、2、3分ぐらい、こう真剣に祈ったんです。そして、アーメンって言って、祈り終わったらね、あ、どうもって言ってこうね、やったんですね。そしたらね、すぐ立って帰られるかと思ったらいきなりですね、これ朝をかけてたのにね、座り直すのこうやって、いや本当に
それから30分間カウンセリングになったんですよ。それでね、驚いておられてですね、で、当たられたっていう感じじゃないんですよね。本当に私のことを知ってる人がいるんだって。そのなんか、本当に自分の中の思ってたかなんかことがあったんでしょうね。そのことにピタッと触れたみたいで、えらく感動されて、30分間カウンセリングになったの。で、時間がね、会場借りてたので、時間になったので、じゃあってことでね、また今度機会があったらお会いしましょう。ね、で、って言ってお別れして、で、私は長藤牧師とその方ともう一人いたんで、4人ぐらいで男性で、じゃあ食事に行こうかってね、食事してなかったんで、話になったら、それを聞いとられてね、これから食事に行くんですかって言うから、はいって言ったらですね、長藤牧師に聞かれたんですよね。私も一緒に行っていいですかって、で、聞かれたら断れないでしょ。だから、はいって言って一緒に行ったんですよね。食事をしながら2時間またカウンセリングになったんです。本当に自分のいろんなことを話されたんですよね。なんで彼女が心を開いていろんなことを話してるかって。その知恵識の言葉が触れたからです。本当に自分のことを。で、私は彼から何にも聞いてないんです、その人のことは。だから言うと怖かったん、ちょっとね。でも神様は知っておられた。そして、本当にその人の心に触れたから、心を開いてね。で、彼女、その人は結局、神様信じました、その時。イエス様信じましたよね。これ、賜物の働きなんですよ。で、賜物っていうのはですね、本当に神様の愛を表すんです。この愛を求めますって書いてある。賜物っていうのはね、奇跡を与えてすごいだろうってことじゃなくて、神の愛を現実に実際的に表す神様がくださったまさにプレゼントなんですね。賜物を通して神の愛が形を持って現れるんです。ね、で、昨日飯塚に行ってきましたけど、飯塚に行ってきたらですね、9月に来られたご婦人が10月も11月も来ててですね、昨日はですね、祈ったらですね、何やりましょうかってね、実は今日連れてきたかった友達がいるって。でもその人は今入院してるんだと。だからどうしても来れなかった。来月は必ず連れてこれるように祈ってくださいって言って、そのお友達まで言われてましたんで、私びっくりしました。で、この人は9月に初めて来た。友達になられてね。で、その時に、腱鞘炎とリウマチがあって、30年近く、もう私より年の方ですから、30年近く、まあ、朝いつも痛くてずっと苦しんでた方だったんですね。まあ、それとちょっと、内面的なことでね。それで、初めて来られて、まあ、説教しまして、その後に、ミニストの時に、その手の腱鞘炎と、それから、その、リウマチのことをお祈りしたんですね。で、そして、お祈りがあったんです。そして、ありがとうございましたって帰られたんですが、次の日の朝起きたら、腱鞘炎が痛くない。ずっと毎朝痛かったの。リウマチがもう出なかったの。それでびっくりされたんですよね。で、次の日その彼女を誘ってくれた人のところに電話かかってきて、その30年近く苦しんでたのに、全然今日は平気だってね、言ったの。それでそれからその日以来今日に至るまで朝うずかないし、痛くないんですよ。それで彼女は今度はね、友達を連れてきたいと思ってるんですよね。で、これもカリスマです。今度は癒しですね。カリスマなんですよ。賜物なんですよ。で、賜物は神様の愛を具体的に表すんです。具体的にそれを開くんですね。で、私たちがどんなに神様の愛を表したいと思っても、目の前に病んでる人がいたり、本当に痛んでる人がいて、声をかけてあげたけども何を言っていいかわからない時がある。本当に病んでる人がいて、ね、自分でどうしてあげることもできない。医学でも治せないことがある。ね、でもその時に、聖霊の賜物を通して神様は、神の愛をその人に流してくれられるんですよね。これが賜物なんですよ。で、いいですか、これは特別な人に与えられているのではありません。十字架を信じているクリスチャン、そして聖霊に満たされたクリスチャンであれば、どなたにでもこの賜物は現れてくるんです。だから、愛を求めなさい。そしてその愛を表すために、賜物を求めなさい。その中でも特に、予言することを熱心に求めなさいって書いてあるんですね。で、なんで予言が特別かというと、予言は、吟味をしたら神の言葉だからです。そこでね、吟味ってのはすごく大事ですね。ちょっとまあ今日のテーマであれなんですけども、予言ってのは神様の、予言ってね、預かる言葉って書くでしょ、これね。普通予言って言うとね、もうちょっと今は廃れましたけど、昔、ノストラダムスの大予言なんてのは昔あったんです。今の若い人は知らないかもしれないけど。それで、その場合の予言はね、予告のようなんですよ。将来のことを当てるっていうか予告するってことなんですね。で、そっちをみんな考える予言って言うと。で、もちろん神様は予告もします。でもここの予言ってのは、預金のようでしょ。
預金って分かる人と分からない人いると思いますけど、預金なんでしょ。だから、この言い方、言葉を預かる。神様から言葉を預かって語るのは預言なんだ。だから予告もするし、指示もするし、教えもするし、慰めもするし、勧めもするわけですね。これが預言なんですよね。で、その預言を求めなさい。なんでそれが大事かというと、吟味をちゃんとしたなら、それは神の言葉なんです。ちょっと脱線しますけどね、預言って言ってもですね、三つありましてですね、本当に神から来ている言葉、これは預言ですね。あとね、人の熱心な言葉、例えば私が預言するときですね、本当に神から来る預言もあるんですが、例えば私が、ね、石田さんに預言します。ね。あなたは痩せた方がいいですと。ね。だからバスばっかり乗っていてはいけません。ね。もっと歩きなさい。ね。そうするとあなたは健康になります。ね。そして、バスチンを置いたら、それをね、喜んで献金しなさい。って言ったとします。ね。それは本当に彼のことを思ってね、彼のことをとっても思って言ったとします。でもそれは私の言葉なんですね。言ってことありますか？予言するときに予言する人の自分のその思いが入ってしまうことってあるんです、これは。悪意じゃなくて、本当に善意だり、真剣に語ろうと思っていっても入ることがあるんです。だから、いわゆる偽預言者ってじゃなくて、本物の預言者でもそうやって思いが入ることがある。で、もう一つは、霊的な世界ってあって、神様と共と共に違う霊があるんですね。その違う霊を特に霊的なシャープの人は聞いてしまうんです。夢だってそうですよ。夢見たらみんな神なんて思わないでください。サタンだって見せるんですから。ね。これね、追いかけられたりね、怖い夢見たり、起きた時にものすごく不安になったりってね、大体サタンです。全部とは言いませんが、多くの場合はサタンです。違う霊がいますから。だから、その、本当に霊的なものを違って捉えてる。そういうのがあるから、吟味して、本当に神様のものだけを捉えないといけない。でも、本当に吟味して神のものになったら、それは神の言葉なんです。でも、神の言葉はね、力なんです。神の言葉は無から有を生み出すんです。何にもないところに生み出すんです。創造するんです。神の言葉は不可能を突き破るんです。神の言葉は固くなな心を溶かすんです。神の言葉は病を癒すんです。神の言葉は奇跡をもたらすんです。神の言葉には力があるんです。神の言葉は虚しく地に落ちないんです。ことごとく成就するんです。本当に神から来ている言葉なら。だから神の言葉は重要なんです。で、本当に吟味されて、本当に神から来た預言は神の言葉なんです。だから特に預言することを熱心に求めなさいって書いてある。で、神様の愛を表していくのに、本当に神から来た預言の言葉というのは、神の愛を表して不可能を解き放っていくんですね。可能にしていくんですね。だから、預言を熱心に求めなさいって書いてあるんですね。で、鹿児島にですね、一人の青年がいます。まあ、オンラインだから名前を押してますけどね、青年がいます。で、この青年はですね、今もう20代中盤ぐらいかな、25、6かな、おそらく、それぐらいだと思いますけど、小学校のぐらいから全く喋れなくなりました。それが原因で、中学はほとんど不登校だったんですね。高校は幸いね、とってもいいところが見つかって、彼は高校はほとんど欠席しないで行ったんですけども、でも、全く喋らなかったんです。本当に喋らないんですよね。そしたらですね、パウロ牧師が来られた時予言があったんですよ。ね。賛美隊として立てなさいって。その時私はあなたを癒していこう、解放していこう。賛美隊としてしなさい。あなたには賛美の賜物があるって予言だったんですよ。でね、本人はね、と思ったみたいですよ。大内牧師がね、鹿児島の牧師、大内牧師がそれを聞いてですね、聞いてたんですよ。と思って彼は受け取ったの、大内牧師がね。そして彼に言ったんです。牧師がこうやって賛美するでしょ、その時横に立ってくれないかって。横に立ったらね、歌えるのかなって心配しましたからね、歌い出したんですよ。ね。で、そのうち賛美隊鹿児島っていう若い人たちのグループになって、そこで彼はメインボーカルを始めてね、歌い出したんです。そしたらこの歌がうまいんですよ。それで、九州の、南九州の線かなんか忘れましたけど、プレ賛美隊かなんかの時に、ちょうど私の妻も行ったんですけど、うちの奥さんが聞いてですね、感動してですね、わだわだ彼にはこれね、言いに行ったんですよね。しっかり歌いなさい。とってもうまいからとか言ってね。うちのさんあんまりそういうことする人じゃないんですけど、本当にね、うまかったんです。で、この前ね、12週ね、風の響きじゃなくて、まあ、安崎12週の時に、奇跡を信じって歌を、瀬野口彩さんが作詞作曲して入りました。
で、それを鹿児島の、彼女が鹿児島なので、鹿児島の人たちが歌ってレコーディングすることになった。で、その時に、メインボーカルをしたのはその彼なんですよ。で、それをね、彼が奇跡を信じて歌ってるんです。大きな声ではっきり。で、それをね、鹿児島出身の野見山姉妹ね、来られまして、聞いてね、昔を知ってるから、全く喋れなかったことしてるから、そのテープ聞いてですね、何泣いてんのかなと思ったらね、そんなに感動するかと思って、実は彼が歌ってたの。これは彼の声ですよって言って、もうボロボロ泣いておられたんですね、感動して。で、その彼が歌うのでコンサートしたら、先生がびっくりしてね、みんな見に来たって。私最近はね、歌うだけじゃなくてね、私ミニストリーで行くでしょ、鹿児島に。で、こう彼前行ってね、昔はね、何乗ろうかってね、こうやって私を見てね、喋れないんですよ、歌う側で来ても。最近はね、サミのためにとかね、将来のためにとかね、セイロンバブテスマとかね、だんだんね、はっきり文章になってきて、たくさん話すようになってきました。癒されてきたんですよね。これ本人にとって祝福だし、家族にとって祝福ですし、教会にとって祝福ですし、たくさんの人にとって希望になります。これ予言なんですよ。その予言を応答したんですよね。賛美だとエシュルンちゃんだってそうでしょ。エシュルンちゃんは野獣って言われたんですよね。お母さんがそう言ったからね。他の人じゃなくてお母さんが野獣って言ったの。そういうぐらいすごかったそうですね。高いところが過ぎてね、走って。私が一番感動したのは秋元牧師が外に行ったらね、もうわーってやるからね。いつもお母さんがね、なんてしつけをしてないんだろうって目で見られてかわいそうだったって。私、あれが一番心に響きましたよね。辛かったと思いますよ。我が子だかし。そうやってね。ところがですね、今はね、賛美してね、もうちょっと人間的に言い方しますよ。お母さんの誇りじゃないですか。ね、人間的に言い方しますよ。逆転でしょ？これ予言ですよね。この子には賛美のタームがあるから歌わせなさいっていう予言でしょ？神の言葉なんですよ。だからね、吟味はしないといけないんですよ。でも本当に神から来ている予言の言葉っていうのは、人間の考えや可能性を突き破るんです。人間の不可能を突き破るんです。何にもない無のところに生み出すんです。神の言葉は。だからすごいんですね、これ予言。それをね、熱心、でしも、熱心って書いてあるんですね。で、以前話したと思いますけど、もう一つ証をしてね、話を閉じますが、伊藤牧師の奥さんは春美さんですね。で、今、大牟田の牧師、まあ、玉野もされてますけど、で、奥さんは、まあ、ハンディを持ってるんですね。で、重度の障害者です。ね。それで、お姉さんがいる。何人もいるけど、一番上のお姉さん。一番上のお姉さんはね、創価学会だった、もともと。でも、それにつまずいて辞めたん。宗教大嫌いになったん。しかも、はるみさんがハンディを持ってるから、ね、助けてあげたいのと自分で生きれるようにしてあげたいって強みがあって、こう、結構一生懸命やってたんだけど、彼女がクリスチャンになってしまって、伊藤牧師と結婚して、あ、まあ、当時は牧師じゃないけど、伊藤さんと結婚して、やがて牧師になって、宗教大嫌いだから、もう猛烈にぶつかって、それから、ものすごい嫌いの中になっちゃったんですよね。口も聞かないぐらい。で、以前話したと思いますが、私、お母さんが召された時、告別式を私がやったんです。お母さんクリスチャンになったからね。で、死去したんですね。で、その時に、行った時、他のお姉さんとか、お父さんだったかな、紹介してもらったんですね。で、ご挨拶をして、やったんだ。ところがね、お姉さんは列席してたはずなのに、お姉さんは紹介してもらえなかったんだ、はるみさんから。で、お姉さんの方も私に挨拶に来なかったんだ。私を指示したのに。結局私はお姉さんが、そのお姉さんがいるってことは知らなかった。それぐらい経営の中だったの。はるみさんたちと。ここに来てキリスト教嫌いだったんですよね。で、そこらそのお姉さんがね、4年前、目の癌になりまして、はっきりお医者さんから宣告されました。余命2ヶ月って。まあ、あと2ヶ月で亡くなりましてね。で、その時に、大牟田だったかな、頭中、当時は荒尾かな。荒尾で、彼と伊藤牧師と春美さんが2人来て、こういう状況なんですって。で、今度お祈りに行こうと思うんですけど、ね、そういう系の中だからね、入れてもらえるかどうかわからないけど、でもやっぱりもう祈りに行かないといけないと思うから、祈ってくださいって言われて祈ったんですよ。ね。そしたら予言が来たんです。ものすごく具体的な予言が。で、こういう予言は吟味しないといけないんですけどね。こう言ったんですね。3回生きなさいって。で、1回目は伝道してはいけませんって。1回目は和解ですって。で、2回目は癒しのために祈りなさいって。で、3回目に救われます。3回生きなさいって来たんですよ。
で、彼は吟味したときにね、まあ、とにかく、一回は行こうって。で、とにかく和解することはいいことだから、一回行ってみようって言って、一回見行ったんですね。で、心配したんですよ、どうなるかと思って、祈って行ったら、お姉さんのその病室に入れてもらう方、入れてもらえて入った瞬間、お姉さんがボロボロ泣いてね、来てくれたのって言って泣いてくれたんですって。そして、すごい和解になったんですよね。でもその時は和解して帰ってきた。それで、でも予言がなかったらそこでね、ガンガン伝道してしまってね、だと思うんですけどね、その時は和解したんで、で帰ってきた。でね、最後帰る時ね、病室から出てきてですね、病院の入り口まで来て送ってくれたんですって。まあお姉さんやっぱり2ヶ月宣告されてたこともあったんでしょうね。また来てねって言ったんですって。お姉さんがまた来てねって言われたから、もう一回行くことにしたの。そして今度はね、お姉さんに言ったね、祈っていいですかって。で、牧師だってことも知ってますからね。祈っていいですかって言ったら、いいよって言うから、一生懸命祈ったわけです。で、当時九州にも、僕九州牧師会にも回して祈りましたし、ミッションにも回したかな、祈りミッションにも。とにかくみんなで祈ったんですよね。で、彼が祈った真剣に。で、帰ってきた。癒しが始まったんですよね。そしてもう一回行ったんです。救われちゃいました。予言通り見事に救われたんですよね。そしてどうなったと思いますか？今も元気なんです。で、2年半、3年目ぐらいに手術したんですかね。こうやって目の手術してこんなになってたんですね。そしてお医者さんが女性だから良くないって言ってね、それを全部乗り抜けてくれ。今は全く普通ですよね。眼帯をしてたかな。で、それで、今ね、介護してます。他の人の。信じられないですよね。ほいで3年目の時ですかね、主治医から電話が入りました。あなたの癌で手術をして成功した症例はあると。でも成功した人も半年来た人が何人かいるんだけど、1年以上来た人は一人も世界中にいないんですって。世界中に。あなたはもう3年近く生きていると。今度アメリカの医学雑誌に、あなたの名前を実名で出して発表したいので、名前を出してもいいでしょうかって電話がかかってきたんですよ。だから彼女はね、いいですよって言って、アメリカの医学雑誌に実名付きで呼ばれたんです。それは3年目ぐらいですね。で、今もう4年過ぎてますけど、元気に来てらっしゃいます。これ予言と癒しなんですよ。ではね、賜物の働きってのは神の愛を具体的に表すんです。賜物の働きってのは神様の愛を具体的に、特に予言っていうのは神の計画を開くんですね。どうぞ皆さんね、これね、熱心に求めてほしいんですね。で、多くの方々はその恵みに自分が預かるんですよね。でもここはね、愛を追い求めなさいっていうのはね、最初に言わせました。愛って言うと日本人はね、愛っていう名詞を考えるんですけど、実はこれギリシャ語なんですけど、で、エッサンを使ったらヘブル語なんですけど、ヘブル語で愛っていうのはアハバって言うんです。化粧品じゃないですよ。アハバって言うんですね。ね。で、アハバっていうのはね、リアクションを求めるんです。つまり行動。で、愛っていうのは言語ではね、常に動詞なんです。愛するっていう動詞なんです。愛っていう抽象的な名詞はないんです。愛ってのは常に何かを行動するのが愛なんです。で、ここはだから愛を求めなさいっていうのは、神様を愛し、人々を愛するその愛を表しなさい。じゃあ具体的にどうすればって言ったら、賜物を通して表しなさい。特に予言することが、その愛の表れになるとって言ってるんですね。ではね、結構皆さん自分の問題で大変かもしれません。でもクリスチャンが問題を解決する秘訣があります。一つ、感謝して喜ぶこと。なぜかって、もう自分の問題は絶対解決するから、イエス様がいるんだから。そして次にすること。神様が置かれた目の前や周りにきっと、神様があなたを通して、神の愛を流したい人がいるんです。夫かもしれない。妻かもしれない。親かもしれない。年老いたおじいちゃんおばあちゃんかもしれない。隣のおばさんかもしれない。いつも嫌味を言う上司かもしれない。わかりません。でもきっといるんです。その人に愛を表すときに、この賜物がものすごく大きな力になるんです。特に予言することが。私たちの肉で何とかしようじゃなくて、本当に聖霊に満たされて、賜物を用いていくとき、神の愛が流れ出すんですね。私たち人間ではできないような神の技を表してくださるんですね。で、クリスチャンって面白いんですね。聖霊がいるでしょ。だから自分がこんな大きな問題を書いていても、目の前に困った人がいると、ほっとけないはずなんです。
それでほっときますとね、自分の問題は一時解決してもね、予告します。5年後同じような問題でまた苦しみます。ぐるぐる回るんです。でも精霊に導いてかれて、その目の前の人に愛を持って対応していく、賜物を用いて対応していくと、目の前の人に神の奇跡が現れるだけじゃなくて、自分にもその祝福は返ってくるんです。これがクリスチャンの醍醐味なのです。だから奉仕ができるんですよ。自分が問題がなくなったから奉仕するんじゃなくて、問題のただ中でなぜ人々に仕えて人々を愛するかというと、それを通して自分がどんどん祝福されていくからなんですね。で、あのカリスマはね、そのタイトルもですね。で、今年神様は私たちに愛を追い求めなさいって言ってきたってことは、もう自分の問題は感謝して喜んだから解決してるよって、目に見えなくてももう必ず解決して勝利を見るよって。だからあなたの目の前にいるその人に神の愛を解き放って、賜物を用いて予言をして住みなさいってことなんですね。次のステップを言ってきてるんですね。どうぞ皆さんね、その神様の言葉にね、目を留めてほしいんですね。で、それに対してどう応するかは私たちの自由です。あっそうって言って、マイペースで生きても自由です。その刈り取りはご本人がします。本当にそれに応答する人は、いいですか？で、予言するときに、面白いんですよね。パウロ牧師面白いこと言って伝えて、賜物の話をしたんです、一回。で、こう言ったの。威厳を語るときにね、特徴があります。真面目な人は威厳を語れません。こうね、威厳語ろうと思ってね、こうなる。適当な人は威厳を語ります。バラ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 とか言ってね。で、気真面目な人は、うーんってね、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、バラ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 ってなるんですけど、なんかこう真面目で、ね、で、真面目な人は予言が語れません。本当に神の言葉を語ろうなんて思ってると、これは自分の思いかな、これは自分の思いかなって何も語れません。いい加減な人はバラバラバラっと語りますって。で、賜物に関しては、いい加減になってくださいって言ったんですね。で、面白いこと言いました。ヨーロッパに昔行った時に、今じゃなくて昔行った時ね、みんなで予言したんですよ。で、一人30回予言してくださいって、誰もしないんですって。で、パウル牧師ね、ちょっとね、その時はね、もうね、ムッと来て、ね、言ったんですって。30回したら食堂車に行っていい。そうじゃないと食事は今日は抜きって言ったら、一斉に電がブル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 ってもう、デタラメなもう自分の思いに見せた予言ばっかり言うんですって。びっくりしちゃって。でも、それでもいいって、最初は。それは明らかに予言っていうか自分の思いですよ、本当に。でもそれでも語り出すと、そのうちはっきり神のものを捉え出すんです。長藤牧師は最初ね、本当に、霊的には申し訳ないけど、鈍くて、全然ダメだったんだ。秋元牧師がね、当時、予言しないで吟味してましたから、みんなでワインになってやるんですね。長田牧師はバンバン予言するんですよね。はい、違います。はい、違います。はい、違います。今日は30戦連敗とかね、もうそういう感じだったんです。ずっと。で、ある時ね、ふってね、予言が良かったんです。私も、と思ったんですよね。そして秋元氏がね、今日は一つ、ちゃんと予言してたよ、とか言っててね、でそこから始まってですね、今、責任長老法です。予言に関してはかなりのレベルですよね。なぜ？語り続けたからです。で、大事なことがあるんです。愛を追い求めなさい。また見たものを賜物を特に受け取ることを求めなさいでしょ？愛をよく言われるんです。愛があれば賜物なんかなくていいって。賜物があったら愛がなくなるって。賜物を用いてない人はしょっちゅう言うんです。100% 嘘で偽りです。本当に賜物を求めていくとね、愛がなかったら続けれません。神の愛がなくて賜物なんて続けれません。だって癒しの祈りをして治ればいいけど治らないことだってあるでしょ、最初は。それで癒しの祈りをしたらもっと悪くなることがある。もっと悪くなってないんです。本当は10悪くなるのが5ぐらいで収まってるんだけど、祈ったのに悪くなったから祈ったのに悪くなったと言われちゃう。予言するでしょ。いつも、吟味ってこんだけ言ってるんですよ。間違えたりしますよね。じゃあ、木原牧師言ったじゃないですか。どうしてくれるんですかって言われるんですね。どうもできません。吟味してください。で、思うんですよ。もうやりたくないって。それでもやり続けようと思ったらね、プライドに死んでないとできないんです。本当に神様の愛を求めていないとできないんです。で、本当に神の愛を求めて、行くとき賜物が開かれてくるんですね。
もしあなたが愛する人が傷んでいたり病んでいたら何とかしようと思って、そのための神経になるでしょう。ね。で、なんでね、こう、卵の熱心に求めてほしいんですね。で、これはね、実は自分が祝福される一番の近道なんです。与えるんですけど、自分が受けるんですね。それはね、ぜひ覚えてください。で、これが今年の御言葉なんですね、長崎教会に。で、去年はね、つも喜び態度に全ての感謝しなさいでしたけど、今度は、受け身じゃなくて、こっちからのアクションになりました。次のステップに入ったんでしょうね。今年はね、いろんな救いとか癒しとかね、またが起こってくると思います。応答したなら。ぜひね、神の言葉にね、応答していってほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。愛を追い求めなさい。また、御霊のたまもの、特に予言することを熱心に求めなさいと。神様、御言葉をありがとうございます。どうぞ私たちが、本当に神様の愛が私たちにありませんが、聖霊様に満たされ、聖霊様に従う中で、神の愛が流れていき、またカリスマを、賜物を、私たちがもっともっと用いて、聖霊満たされて、聖霊バプテスマを受けて、もっともっと用いて、そして、予言することを大胆にしていくことができるように、そのことを通して見る神の栄光と奇跡を見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今、あなたの願いと求めを主の前に出してください。自分のこと、家族のこと、友人のこと、どんなことでも結構です。主はその願いに応えてくださいます。天の父様、今、イエス・キリストを見なよって祈ります。一人一人の願いに応えて、癒しと奇跡を与え、解決と勝利を表してください。主イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストによって見せる心と体よ、なれ。最近物忘れがひどいなと思っている方、年だから仕方がないと思っている方がいらっしゃいますけど、これ祈りなさい。私は祈るときに必要なことは忘れないように力を与えます。主様、その人に触れてください。スパ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 、ひだが痛んでいる方ですね、このひだの痛みを完全に取ってください。イエス様って見せる、やっさりよ。だから耳鳴りが時々する、ね、いつもじゃないけど時々するっていう方は、この耳鳴りを完全に取り除いてください。全くしなくなりません、ね、耳鳴りを消えてなくなる。イエス様の名によって。不眠症の方、あと家族の中に統合失調症とか、躁うつ病の方がいる方ですね、その家族の方に触れて心の病、精神の病を完全に癒してください。全く愛は恐れを締め出します。神の愛で満たし、恐れから解き放ち、完全に癒してください。心と精神の病に命ずる。イエス様のやって命ずる、やっさりよ。主の愛を背負います。全く愛は恐れを締め出す。恐れをその人の力出て行け。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。先週もあったかな、なんかこう家族、遠い家族っていうか親族でしょうかね、なんか会いに行かなきゃいけない、祈りに行かなきゃいけないって思ってる人がいるんです。で、そう、ずっと本当に思ってるんです。思ってるんだけど、なかなか時間が取れなくて、でもなんかずっと心に引っかかってる人がいるんですけど、その方は、その速やかに会いに行きなさい、あるいは祈りに行きなさい、ちゃんと主に祈って時を逃さず行きなさい。そうでないと非常に深い後悔をすることになります。それは聖霊からの流しです。その流しをこれ以上引き伸ばしていてはいけません。前からずっと気になっていて、なんか会いに行かなきゃいけない、あるいは祈りに行かなきゃいけないと思っている人がいます。その方はちゃんと主に祈って速やかに時を定めて、会いに行き、あるいは祈りに行きなさい。それをしないと、なんかすごく後の日になって非常に深い後悔をすることになります。会いに行って何をするんだと思ってしまう。会いに行ったら主がその時教えてくださり、働いてくださいます。とにかくその促しに従いなさい。その時私は私の栄光を表していこうと主は言います。ありがとうございます。感謝いたします。経済を祝福し、健康を祝福し、お仕事を祝福し、
人間関係を祝福してください。イエス様の名によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、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 ハレルヤ。仰ぎ恋願くば主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後も、とこしえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。